If what ahead scares you and what's behind you hurt you, just look above. He never fails to help you. もしあなたが前にあるものに心配したり不安を感じたり、あるいは後ろにあるものに心を傷つけたり悩んだり苦しんだりしたときはね、上を見なさいよ。神はね、必ずあなたを助けてくれますよ。父が私を愛してくれたようにね、私はあなたを愛したんだよ。いつも私はあなたのそばにいるんだよ。そしてあなたが自分の命を終えるまでずっとね、それをどうか分かってね。愛を知っている人にとってはね、何も困難なことはないんだよ。特にね、私たちの主イエス・キリストの愛を知っている人にとってはね、そうなんだよ。明日のことをくよくよ悩んだり心配してはいけないよ。今日のことは今日で一生懸命済ますんだよ。それでいいんだよ。イエスが十字架にかけられた時にね、イエスはあなたのすべての間違い、あなたのすべての失敗、そしてあなたのすべての弱さを持っていてくれたんだよ。そしてね、それらをすべて許してくれたんだよ。もし世界を自分のものにしてもだよ、死ぬことを恐れ苦しむだったらね、その人は一体何を手に入れたと言うんだろうね。奇跡を求めてじっと座っていてはいけないんだよ。イエス・キリストを通してね、祈りと試練を通してそれを手に入れるんだよ。そうすればどんなことだってできるんだよ。あなたの中のすべてが神で満たされたときにね、あなたは必要なものをすべて手に入れることになるんだよ。イエスはみんなのために公の場で亡くなったんだよ。だからね、イエスのためにね、あなただけの小さな世界で生きてはいけないんだよ。天の父のために私たちができる最も素晴らしいことはね、あなたの周りのすべての人たちに優しくすることなんだよ。私はあなた方にこう命令するよ。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなたを愛したように、あなた方はそれぞれがそれぞれを愛さなければならないんだよ。成人になることを恐れてはいけませんよ。イエス・キリストについていきなさい。イエス・キリストこそが自由と光の源なんだよ。神に心を開きなさいよ。そうすればね、彼はあなたの道を照らしてくれますよ。イエスこそがあなたが持っているすべてだということを気がついたとき、初めてあなたはイエスが
あなたが必要とするすべてだということを気がつくものなんだよ。イエスこそが私の救世主なんだよ。イエスは私の宗教ではないんだよ。イエス・キリストを信ずるということがね、つまりどんなことがあなたの人生にあってもあなたはそれに立ち向かうことができるんだよ。神の王国とそして正義を最初に求めなさいよ。そうすればね、すべてのものがあなたにも与えられるんですよ。あなたの隣人をあなた自身のように愛さなければならないんだよ。悩んだり心配したり苦しんだり不安に思ってはいけませんよ。神を信じなさいよ。そしてね、私の言葉も信じなさいよ。主よ、あなたが私にどう生きるべきか、それを教えてくださるとき、私にそれに耐える忍耐の心を与えてください。そしてあなたが私がどこへ進むべきか、それを教えてくださるとき、どうか私を助けてください。あなたの名のもとに、アーメン。最も苦しくて辛くて悲しい時にね、光となって前に輝いてくれるのが希望なんだよ。神はね、あなたの涙を必ず見てるんだよ。あなたの祈りを必ず聞いているんだよ。そしてあなたの苦しみや悲しみをみんな知っているんだよ。だから心配してはいけないよ。神はすべてを見て、すべてを聞いて、そしてあなたを案内してくれるんだよ。神の真理を知ることによってね、あなたは真に自由になれるんだよ。あなたの閉じた心の中の傷をね、神は癒してくれるんだよ。聖書に書いてあることは真実だから、あなたを傷つけることもあるかもしれないよ。でもね、嘘であなたを慰めるようなことは絶対に書いてないよ。人間は皆脆くて弱いものなんだよね。だったらその弱さ、脆さをみんな神にあげましょうよ。そうすればね、神はあなたに生きる勇気と力をくれるんだよ。私はあなたにこんなことを言いませんでしたか？つまりね、あなたが私を信ずるならばですね、あなたは神の栄光を見ることができるだろうとですよ。すべての人がね、あなたから離れていっても、私はあなたのそばにいますよ。人はパンと水だけで生きる
ものではないんだよ。人は神の口から出る言葉に従って前に向かって進む。それが生きるということなんだよ。あなたがロープの端、つまりあなたが持っているものが少なければ少ないほど、あなたは神と、そして神の法則をより多く手に入れることができるんだよ。神は彼の息子イエスを私たち人間と一緒に暮らせるように私たちの世界に送ってくれたんだよ。イエスは人々にこう言ったんだよ。私は世界の光なんだよ。そして私についてくる人は誰しも暗闇で迷うということはもうないんだよと。で、私についてくる人はね、生きることの光を手に入れることになるんだよ。そしてイエスはこうも言ったんだよ。私は道であり、真実であり、そして命なんだよと。つまりね、私を通さないで神の道にたどり着くことはできないんだよと。罪人を懲らしめるために石を投げたい人がいるなら石を投げればよいでしょう。でもね、罪のない人が最初に石を投げなさいよ。皆さんの中にその罪のない人はいるのかな。まず自分自身を空にすることなんだよ。そしてね、神をあなたの心の中に満たすんだよ。空腹な人に食事を与えなさいよ。裸の人に衣服を与えなさいよ。罪のある人を許しなさいよ。あなたが望まない人を歓迎しなさいよ。病気の人の世話をしなさいよ。あなたの敵を愛しなさいよ。ちょうどね、あなたがしてほしいと思うようなことをその相手の人にしてあげるんですよ。心配しなくてもいいんだよ。いつも私はあなたのそばにいるんだよ。人間に与えられる最も大きな試練はね、それが病気、事故、不幸であってもだよ。その時にありがとうということなんだよ。The world tells us to seek success, power, and money. GodTells us to seek humility, service, and love. 世界は成功と力と金を求めろと私たちに話しているかもしれないけれどもね、神は私たちに謙遜と奉仕とそして愛を探し求めるように話しているんだよ。
深淵のその彼方の時の果て、まだ見あらぬ夢のそのまた夢の中、永遠の時の緩やかな心の鼓動、優しくもぬくもりのあるあなたの調べ、ただひたすら私はそれに耳を傾ける。この研ぎ澄まされた宇宙のその一角、私は生を受け、この世界に生まれた。光と分子が織りなすこの世界に生まれた。地球というその名の大地の上に、その不可思議さ、その厳粛さ、満天の星々は地平線から輝き、その天空は視野を覆い尽くす。果てしない宇宙は底なしの海、不安と恐怖、そして孤独と絶望、自らの無力に私はただただ身を縮める。私は懸命に命を燃やした。その心は恐れを知らぬ子供のよう、はしゃぎ騒ぎ叫び、そして泣く、喜び悔やみ悲しみ、そして笑う、無我夢中で私は命を蹴散らした。私の前には光はない、後ろにも光はない。星が瞬くより早く時は流れ去る。その切なさに身を焦がし、思わず手を握る。時よ止まれと、が時の流れは無常、そのまま指の間からこぼれ出る。神よ、私はあなたの声を聞いた。あの朝、私はあなたの声を聞いた。今行くよと、その優しさ、私はその声に叩かれ、外に飛び出た。ならば教えてほしい。私はなぜここに生まれたのか。私はなぜここに生きているのか。そして私はなぜ死ななければならないのか。なぜ、なぜ、なぜ。遠くで誰かがこうささやく。いつもあなたのそばにいますよ、と。その声は母なる大地の声。響きは魂を揺さぶり、心を優しく包む。熱い涙で私は静かに頬を濡らす。もういいのよ、苦しまなくてもいいのよ、と。遠くでまた誰かがそうささやく。私はその響きに身を委ねる。潤んだ目を静かに閉じる。心を休める。体を緩める。人間は生きてきたし、今も生きている。
人間はこれからもずっとずっと生きていく。深淵のその彼方の時の果て、まだ見あらぬ夢のそのまた夢の中、遠くに光る白い星、その星に向かって私はまた前に足を踏み出す。大きく息を吸って、そして歩き始める。